岩井まさか YouTube からお送りしてる週刊ウニュです。どうぞよろしくお願いします。岩井まさかです。三好淳一です。よろしくお願いします。お願いしそまれです。は、また振り返りということで、じゃあ動画をお願いします。はーい。もう何をやったか、あ、そうかそうか。よいしょ。あ、これですね。これは、あ、これはつまり、正三角形と、あ、一旦止めてもらうといいか、その普通のやつでね。つまり正三角形と、普通のやつ。はい、普通のやつ。これが、つまり正三角形と、正方形を埋めていくと、この放射線上に埋めていけるっていうことなんですよね。でも、この図が意外となんか世の中に出てなくてね、なんでないのかわかんないんですけどね。簡単に書けるけど、簡単に書けるっつっても、なかなか全部あれですよね。なんかイラストレーターで全部やろうとするのは、まあちょっと大変かもしれないですね、この辺がね。なんかコピって増やしてっていうんだね。で、これを、つまりプログラムで書いてみたんですけど、さらに言うと、これがよくあるタイルの敷き詰めの変形と同じで、なんつうんですか、変形しても一応、あ、これ、つまり正三角形と正方形の2種類で書いてますけどね。辺を変形してもまあ2種類を保ったまま変形できるっていうのが今回のやつで、で動かしてもらって、ああ、こういうことですね。これはつまり、一辺をなんか正三角形に近づくみたいな感じで伸ばしてるわけですね。けど、そこ別に正三角形とかはっきりした形じゃなくて、左右対称であればいいので、そこは。なんか、何でも掘れるというかね。何でも、観音様とかも書ける。そこに書けるんですよね。です。そこが、出てくるものが観音様ってね。観音様が、300個とか出る感じになりますけどね。これはこれでちょっと面白いけど、やっぱりでも、あれですね。一種類で、変形はやっぱり分かりやすいですね。2種類で変形はちょっと、だんだん同じ形じゃんの迫力が 薄れていくかもしれなまあ、ちょっと可動域がね、この、いです。なんでしょう。限定されてる感じはあるから。ああ、そうですね。派手さは少ないかもしれない。ああ、そうですね。タイル敷き詰め的な面白さですね。よくあるのは、つまり全部正方形とか長方形とかで埋めといて変形させるとなんかこう、なんか猫が並んでるみたいなのとか馬が並んでるみたいなのができますけどね。あれのちょっと変形的そう。な。演習場に変形していくっていうのは、まあ、珍しい演景色。習場変形珍しいね。でも2種類なんでね。これ1種類でできるかな。どうあるいは、か正三角形だけにすればできますね。それはもちろんね。あ、でも、な。あ、あ正れ三角で、あ形。れならできるのでは？黄金コップ。黄金コップは、つながってるとこが微妙なのかな。あ、そう。ちょっとまた考えてます。まあ、何しろ正三角形はできますよね。これ全部正三角形であ、も、そっか、そっか、横とそこがつながるから違うのか。まあいいや。正三角形の格子も、実は放射線上だと思えば放射線上にああ、そっか、そっか。いなつるもほど。並んでるんで、それを変形すれば、1個のタイルでも同じことができますね。あ、できる、できる。できて、できて、この層の方向なら無理なんだよな、きっと。だから。これと同じに全部正三角形もできる。あ、それをやってみようかな。そっちの方が、プリミティブでしたね。なかなか正三角形格子が 放射線上に並んでるっていう認識がなかなか見えないですね、普それ通はそうかもしれない。に。それは面白いかもしれない。そうすると、そういう敷き詰めタイルができることですもんね。まあ、でも、左右対称は必要なのだとは思うので、思うかな。あら？
の。やっぱ左右対称は必要ですね。左右対称なら変形ができるという。はい。線部分がね。でも正三角形だと全体的には左右対称にはならないので、それはそれで、ちょっと。大体こういう、そうですね。まあ。口で言っててもわかんない話があるかもしれないんじゃ、まあ、これはこの辺でまた、まあ、これはいつもとは違う感じで楽しみ。ということで。はい。ぜひ、登録をお願いします。い1050から増えません。ロシアが凍結になってるのが痛いのかもしれそれか。ません。あ、じゃあまた次回よろしくお願いします。